イギリス海軍の等級制度は、イギリス海軍において17世紀半ばから2世紀に、渡り使用された、搭載している方の数により、搬送軍艦を等級付けして分類する制度のこと。等級制度への方がは15世紀や16世紀前半に、見受けられる。メアリー・ローズやアンリー・グラサデュー、グレース・デューといった巨大なキャラックは、グレート・シップスと呼ばれたが、これは、 船体の大きさを基準にしており、美砲や排水量とは無関係だった。16世紀後半のガレオン船が使用されていた頃になるとグレートシップスは海軍で最も巨大な艦艇軍を指す故障として使われるようになった。しかしながら公式に海軍の戦闘艦を6等級にする制度の起源はスチュアート長初期である。 1604年に作られた最初期の分類表が残っており、王家の軍艦を必要な乗員数によって、ロイヤルシップス、グレートシップス、ミドリングシップス、スモールシップスの4つに分けていた。チャールズ一世の知性の初期にはこれらの名称は、ファーストランク、セカンドランクのように数字に置き換えられており、さらに17世紀半ばには4等艦を4から6等に細分化し、ランクを デートに置き換えられてて基本的な分類が出来上がっていたこの枠組みは1677年に海軍本部の長であったサミュエル・ピープスの手により重要かつ普遍的で普遍の分類に改定された。菅の等級は軍事、行政上有用なものだった。法の数と後継が上院の数を決め、それゆえ人件費や補給などの経費をも決めるからである。また菅が 戦列に参加できるかどうかの判断材料にもなった。ピープスの分類法は1714年、1721年、1760年、1782年、1801年、そして1817年に改定された。最後のものはそれまで除外されていたカロネードを計算に含めるという重要な変更である。おおむね。 各等級の搭載数はだんだん増加する傾向にあった。例えば最初90から100門と定められた一等艦は1801年に100から120門に、6等艦は4から18門から20から28門にまで増加していた。さらに1714年以降は20門未満の艦は等級制度から除外された。一等から三等の軍艦は戦列艦とみなされた。 1. 二等艦は、法律艦板3層にぎっしりと法を搭載しており、加えて各所に昇降警報を備えていた。同様に三等艦のうち最大の80門艦も1690年代から1750年頃にかけて三層艦として建造されたが、この期間の前後では共に二層艦である。それ以外の74門艦やより小型の三等艦は、常に二層艦だった。 法50門、または60門の4等間は1756年まで戦列間として扱われたが、それ以降50門間は小型すぎるため除外された。60門間はその後も戦列間として扱われたが、64門の3等間が一般的になったため新しく建造されることは稀だった。等級に使用される法の数はしばしば実際とは異なっていた。 特に1817年の改定以前は、カノンだけが計算され、大口径で方針の短いカロネードはカノンを置き換えた場合を除き除外された。このような対象外のカロネードは、最大で一石二十二もにあった。ナポレオン戦争期には法の等級に、実際のカノンやカロネードの数が正確に反映されなくなり、1817年の改定が導入された。 等級だけが唯一の分類ではなかった。小舟時代を通じて、シップという語の定義は三本マストの横小舟であることを必要とし、三本のマストを持たない小舟は決してシップと呼ばれることはなかった。マストが二本以下の間は、等級なしのスループとされ、普通スノーやケッチ、後にブリーク形式の搬送をしていた。しかし、一部のスループは三本マストを備えており、 シップスループとして知られていた。官邸は指揮官の階級によっても分類された。例えばカッターのような小さな船舶であっても、海議艦長の地位にある海議が指揮をしていれば、スループとみなされたのである。この項で述べられている、等級制度は、イギリス海軍だけが使用したものであるが、他の主要な海軍も同種の制度を運用していた。 例えば、フランス海軍には5段階の分類が存在していた。また、イギリス海軍の制度に慣れている小説家が他国の大型艦を一等艦、フランスの74門艦を三等艦と呼ぶようなこともあるだろう。この制度は18世紀末までに一般的でなくなり、戦列艦は74門艦のように方の数を直接言及するのが普通になった。ことを。 六等の艦が戦列艦とみなされたことはなかった。十八世紀初めの五等艦は、株官判の半分に少数の銃砲を積むか、すべての訪問に昇降警報を積むのが一般的だった。しかしこの種の艦艇は徐々に使われなくなる。訪問の位置が低すぎて公転時に使用できないことが多かったからである。十八世紀半ばには、株官判の訪問を廃止し、 法律を上部に移したフリゲートが新たな五頭艦となった。六頭艦は、戦団の護衛や港湾封鎖、また文書の輸送などに対応された。これらは小さすぎて五頭フリゲートに比べて概洋での任務に適していなかった。六頭艦は二つに分類することができる。大型の28門フリゲートは24門のキューポンド砲と4門の昇降警報を備えていた。 残りは20から24門のポストシップで構成されており、これらはフリゲートとみなすには小型であったが直任艦長が指揮を取る必要のある規模の艦だった。等級制度は6等艦より小さな艦艇は扱っておらず、残りはすべて等級なしとされた。等級のない艦の中で大型のものは普通スループと呼ばれたが、無等級艦艦艇の名称はかなり混乱しており、特に シップスループ、ブリックスループ、スループオブウォー、コルベットなどに関しては非常に繊細だった。専門的にはすべての等級の内観はスループオブウォーであって、これには火星や急報観も含まれる。この表にはいろいろな例外がある。法は四輪法画のものだけを数え、旋回法などの対人昇降警報は含まれていない。 カロネードは1770年代に導入された、当初は砲がに車輪がなく、主に上部構造物内に搭載されていたため既存の長方を置き換えた場合を除き計算に含まれていなかった。これが是正されたのはカロネードが、小舟の主兵装の一つになった後の1817年2月だった。その後、等級制度は再び上員数に重点を置いた、分類に変更された。 1817年2月に、等級制度は変更された。海軍本部委員会から、接触交大使への勧告が1816年11月25日付で、行われ、新等級のための数密延直令が1817年2月に出された。1817年2月から、すべてのカロネードが、等級計算のための方の数に含まれるようになった。それまでは、 上日のように既存法を置き換えた場合にのみ、カロネードを計算に含めていた。ありがとうございます。